し。オッケーオッケーオッケー。ちょっと苦戦してしまったけど、でも一応これでブロック通過。明日だ明日。明日俺がこのベストオブザスーパージュニア制覇した時には、ガラッと新日本ジュニアの景色が変わるぞ。まあ今日の対戦相手陽とは、まあね、昔から、まあ、知ってる中で、まあ、こうやって試合できたのも、まあ、ちょっと感慨深い部分もあったけど、今回は、そういう感傷には浸らず勝ちにこだわった。その結果がこうなったと思う。とりあえず明日、まあ、向こうからね、まあ、来るのは、まあ、まだこれからだからちょっとまだ分からないけど、まあ、ある程度自分自身予測ついてる相手がいるんで、まあそいつとできればいいな。つなげなかった。負けしまったよ。勝てなかった。オスプレイにつなげなかった。くそ。2年でも2年目。3勝4敗。でもね、俺が初出場の時言った言葉、あの言葉、忘れてないから、実行してみせるから、諦めてないから、必ず受賞してみせる。そのためにはもっと風を鍛えなきゃいけない。もっと鋭く、もっと大きく。でもね、スーパージュニア楽しかったよ。莫大なね、経験になった。ありがとう、成長できたよ。いや、石森大治、石森大治、強かった。勝てなかったよ。なんかね、ボムソルジャー石森大治、スーパースター石森大治、なんかね、僕がスターって言ってんのもさ、少なからずなんか彼に影響された部分もあるんじゃないかな。あとはそうだね、ソーリー、オスプレイ、はい、ショーライ、負けちゃった。